里崎チャンネル。じゃん。さあ月曜日ということで総チェックね、交流戦も終わってレギュラーシーズンね再開されましたけども、その初戦3カードっていうところでね、まあ、どういう戦いになったのかっていうところで早々とチェック入りたいと思います。まずはパリーグから、西武対ロッテ、6月18日0対5でロッテ、19日7対2で西武、そして20日3対3の引き分け、結果1勝1敗1分けということでね、このカード4位ロッテ対5位西武の戦いで、西武が2勝1敗なら4位浮上、ロッテ5位転落っていうところでしたけども、結果五分という形になってね、順位は、0.5 ゲーム差で4位と5位そのままっていうところになりますけども、まあ、西武もね借金1、ね、もうちょっとで5割復帰っていうところでね、首位楽天から西武まで3ゲーム差とね、まあ、首位オリックスもなってますけども、3ゲーム差っていうね、連勝すれば上がるし連敗すれば下がるっていうね、まだまだ気が落ち着かないシーズンになってますけども、18日0対5でロッテっていうところで、ロッテ言いました、6回101球3安打7三振1フォアボール1デッドボール無失点とね、まあ、ストレート力あり、まあ、甘めでもね西武打線が仕留めきれずっていうところでファール結構多くなって、変化球フォークボールもね生きるっていうところでグッピッチ、まあ、西武高橋光成6回126球2安打5三振4四球1デッドボールの2失点、まあ打たれてないのになんかコワコワ投げてるなっていう印象で、勝ってた時はねどんどんもう荒々しく腕を振って、迫力あるピッチングフォームでしたけども、なんかちょっとねおとなしめのちょっとコワコワ投げてて腕もそこまで振れずっていうところでね、まあ2安打っていうところで打たれてないんですよね、打たれてないのになんかコワコワ投げてるところが5四死球っていうところに、繋がってんじゃないのかなっていうね、ちょっと髪が伸びててね荒々しく投げた姿がね早く復活できるようにねっていうところはありますよね。でロッテ3回表藤岡ね12球粘ってフォアボールで、柿沼バントしに来てるのにストレートのフォアボールで、高部でこうバントして荻野はね、レフト犠牲フライっていうところで、こういったところでバントしに来てるのにここでねしっかりバントさせてればこの1失点はね、なかったんじゃないのかなと。あとやっぱりねこう切れてないからね、コワコワ投げて切れてないから、このね藤岡も含めてこのストレート12球もね粘られるっていうね。で4回目で角中ね10球粘ってフォアボール、レアード9球目ねしっかり粘りながら甘めのカットボールセンター前で、藤岡、ノーアウト1、2塁でね初球、ボール球だったのにバント引いてレアード飛び出しバーッ、あれはないね、空振りとかだったらまだ100歩ずっと分かるけど、普通にボール球引いてたのに飛び出すかっていう。でその後藤岡ね、セカンドフライで、そんでね藤岡の前にねこの安田、ノーアウト1、3塁から、7球粘ってライトにタイムリーヒットっていうところでね、こう押せ押せで来てる中で、ね、こういったところ、まあ結果勝ったからねいいけども、そういったところをね走塁しっかりやってもらいたいなっていうところと、まあねやっぱり高橋のねキレがないっていうところで、やっぱこうファール、仕留めきれずっていうところでね、まああとはロッテがねこう浮上価格中、まあ安田もそうですし、しっかり粘りながらねフォアボールを取れたっていうところは非常に良かったんじゃないでしょうか。で走塁8回表ね和田、岡とね、牽制アウトバーッと、まあでもこの岡はねピッチャー佐野もう多分足が上がった瞬間にもうギャンブル盗塁だね、でそこで挟まれてって言ったんで、まあここはまあ岡野はまあまあいいかなっていうところはありますけども、まあね勝ったからいいものの、こういったところをねまあしっかりやってもらいたいなっていうところ、6月19日7対2でね西武ね初回西武6点でねもう試合決まるっていうところで、初回ねワンアウトから源田がねスリーベースで、森が初球ホームラン、で山川フォアボールで栗山センター前ヒットで、ウーネンティンのサードゴロレアードエラーバーで、スパンジェンバーグ宇宙間にタイムリー2点で、アイトのワンアウト2、3塁でショートゴロで、ね、3塁ランナーがね結構遅めにスタートね、で3分間挟まれて柿沼が三塁へ悪送球バーッっていうか、セカンドランナーもう三塁ベース来てるやん、あれそのまま終わりでいけばいい話なのに、だから見えてないよね、もう視野が狭いね、そういったところがこのエラーにつながって結局6失点試合決まるバーッね。でまあこの試合ロッテねレアード安田藤岡柿沼と4つのエラーね、逆に、西武今井な援護点もありすいすいという形で7回123球4安打2三振4四球2失点とね、試合をいい感じでまとめれたんじゃないですかね。で6月20日3対3で同点というところで、まあね、キーはねもう6回表裏というところでロッテね6回表ワンアウトから荻野センター前でマーティンフォアボールで中村センター前タイムリーワンアウト1、3塁で角中犠牲フライガッと、ねまあ、こういったところでしっかりねこの犠牲フライで1点取れるというところは非常に、いい形の、ね、攻撃だったんじゃないでしょうか。で西武はね6回裏2アウトから
森フォアボールで山川ライトへホームラン、グッね、チェンジアップが浮いてきたところをもうライトに引っ張った、ね、あれこそね反対方向に引っ張るホームラン、ね、打った瞬間でしたね。そして7回裏ねピッチャー東ツーアウトから、金子がレフト前で代打川越スリーツーのカウントからレフト線へタイムリーツーベース、まあねスリーツーのカウントなんでツーアウト、まあ、自動的にね金子はスタートしてましたけどもホームへね楽々帰ってくるあの走力、グッチ、ね、で8回表トガメねピッチャーで2アウト1・3塁になって平が出てきて安田フォアボール、このねフォアボール大きかったね安田ね。でその後藤岡フォアボールをした人同点、まあこれバタバタしたから平出したんだろうけども、それ平出すんだったらもう8回表から平でよかったんちゃうかっていうもう完全結果論ですけど、で9回ね森脇出てきてまあ抑えて3対3の引き分けになりましたけども、ここどうなんやろうっていうね。でしかもこうそれやったら 森脇平、まあ平にね絶対的な信頼感があって、まあ、ここのね多分安田を簡単に抑えてそのまま開幕時で平を多分行こうと思ったんだろうね辻監督はね。でも結局このね2人フォアボールで、3人目とかのアウトで多分球数を要したことによって、まあ、森脇を投げさせたっていう、まあ、ちょっと計算、まあ、計算そこまでなかなかできないよねっていうところで、まあ、平開幕時だったけどもフォアボール出しちゃったんで球数多くなって仕方なく森脇っていう戦略だったけども、まあ、なんかもったいない感じでしたね。勝てたっていうねところでしたけど、まあ結果ね負けなくてよかった、あと安田がねよく平のねフォアボールを見たっていうところになりますけども、結果1勝1敗で五分でした。さあ続いて、楽天対オリックスね、首位攻防戦、はい、6月18日2対5でオリックス、そして、19日雨天中止で20日3対0でオリックス、現在2連勝中ね。で今日、楽天対オリックスがね、滝中のね試合でありますけれども、ここでどうなるのかね、3連敗だとオリックスがね単独首位になるっていうところで、まあね18日5対2オリックス、楽天枠にね4回77球6安打 1三振2四球5失点と、まあ、ちょっとメリハリがなく緩急もついてないなっていうね、まっすぐ切れてないのかなっていうような投球に見えましてね、まあ、登録抹消っていう形になりましたけども、まあ、ここからしっかりね調整して復活期待したいですね。でオリックス山本6回104球3安打6三振3四球2失点と、まあ、初回ね31球粘られるも、まあ、2回以降ねスイスイとグッピッチ、ね、で2回杉本がね 3-1 のカウントから低めのストレートね、あ右中間ホームラングッズ、非常に素晴らしいねナイスバッティングだったかなと、あの低めのねところをねしっかり打つっていうの素晴らしいね。で3回ワンアウトから福田フォアボールで盗塁で、宗スリーツー粘って意識は逆方向ファール打ちながらレフトへタイムリー、こういったところで、ね、意識の高さっていうねヒットにつながったかなと。でその後ね吉田、ショートフライで杉本がツーアウト一塁からタイムリーツーベースで宗がホームインっていうところでね、まあ、しっかりまとめきったかなっていうところはありますよね。で楽天はね3回裏太田がねライト前で山崎レフト前とで小深田三振鈴木ライトフライ浅村セカンドゴロ足立ダイビングでよく取ったけども悪送球 T 岡田がね足離れちゃってタイムリーエラーっていう形になりましたけども、でツーアウト一三塁ここで島内がねポーンって一本出てればっていうところでね山本がしっかりね抑えたグッピッチね、ここがちょっとね楽天にとってはキーポイントだったから、ここでパッパーンできればねひょっとしたらっていうところもあっただけにね、まあここのねあの攻撃っていうところがね最後一本出なかったかなと。逆に足立はよく取ったけどね、あそこもうちょっとね浅村もそんなに来てなかったからね、ランナー見て投げればよかったのにもうちょっとついて投げればね素晴らしいプレーだったのにっていうところがありますよね。でオリックスはね吉田がノーヒットでも4打数ノーヒット、杉本4打数2安打2打点1ホーマーで、もやが4打数1安打2打点1ホーマーとグッと、ね、やっぱ昨年はやっぱりね吉田が、まあ、いいも悪いも吉田次第みたいなね、吉田が打てば勝てるし吉田が打てなきゃ負けるみたいな試合が結構多かったですけども、まあ、こういったところで本当だったらねもうひょっとしたらこう2対1ぐらいでね、去年だったら山本投げたのにっていうね負けちゃったみたいなね感じになってた試合だったけども、こうやってね吉田の後を打つ杉本もやがね非常に活躍で吉田が調子悪くても打って勝つ、こういったところがね多分今ね首位にいる一番の要因じゃないでしょうかね。で6月20日3対0でねオリックス首位浮上という形になりましたけども、オリックス宮城8回112球5安打4三振1四球無失点、もう言うことなしグッピッチね、非常に素晴らしいあのインコースのね1打席目朝ごはんにインコースどんどんついて2打席目以降外ねリードもいい、ね、見ててリードも勉強だろうね本当に。え楽天早川6回103球8安打2三振2四球3失点ね、まあ、6回表吉田フォアボールこれが痛かったね。で杉本スライダーねインコース高めあの詰まりながらもライト前
で足立がバントでワンアウト二三塁になってもやインコースストレートファールで外ストレートボールでインコースストレートファールでストレート外が高めに浮いてもやがねここ K だね、何としてもバット当てるぞっていうところでね K 出してレフト前グッとこの姿勢に、あと早川としては別にストレート行くのが悪くないけど行くんだったらもうちょっと低め投げたかったね。このワンボールツーストライクから投げるとしてはちょっと甘かったかなっていうところもありますよね。でワンアウト三塁やってノミロまたね胸元のスライダーちょっと高めに浮いたけどもね内コースしっかりついていったけどもライトへ詰まりながらしっかり振ってるからねヒットね。その後伏見ワンアウト三塁からもうなんとかもう当ててでもっていうところでセカンドゴロで石田店ねこのそつない攻撃グッドリックスね非常に素晴らしかったのと、でも早川はねそんなパパーンと打たれたわけじゃないけどこのね要所要所での高さっていうところがねやっぱ低めにいってほしかったなっていうところもありますし、やっぱ杉本もロメロはねいい形でね振り抜いて詰まりながらも打ったっていうところで、まあ早川もね、まあ、こういう時もあるかっていうね仕方ないっていうねピッチングになりましたね。まあ結局は2勝0敗で現在オリックス2連勝中、今日どうなるのかっていう形ですね。さあ続いてソフトバンク対日本ハム、ね6月18日1対2で日本ハムで15日5対5の引き分けで20日1対1の引き分け結果1勝2分けで日本ハムの勝ち越し。これ日本ハム3連勝いけたね、試合の感じで見てたらね。で18日1対2で日本ハムね、日本ハム噂9回127球3安打5三振4四球1失点、まあ高低使ってねストレートも切れあったかなと。でね、あの対左には胸元のねカットボールなどスライダー意図的にね使いでナックルカーブ、フォークで緩急高低ね、対右バッターにはツーシームをね意図的に使って、ナックルカーブフォークでっていうね、しっかり胸元っていうところを使いながら、まあ、そこでねナックルカーブフォークで緩急っていう高低を使った攻め、まあフォークボールもね変化球、遅く甘くてもこう見極め難しい、変化が、ね、遅いと。だからそこがね変化が遅く落ちるからちょっと甘くいってもねこうストレートとの見極めっていうところがね難しくなって、ソフトバンク打線もね仕留めきれなかったかなと、まあ、全体的にね状態はあるんだけどね。ソフトバンク打線でね、ソフトバンク石川6回112球6安打2三振4四球2失点、まあ、粘りの投球ガッチね、まあ2つのホームランに進むって言ったところでね5回浅間、ね、7回石井のねホームラン、この2人はねグッとね、まあ援護がないだけにね石川も勝ちがつかない、ちょっとね乗っていきにくいかなと。でソフトバンクはね5回裏甲斐がセンター前を打って柳町3・2のカウントでランエンドヒットの形になったけどもチェンジアップで高めボール球をね三振で盗塁アウトバッと、まあ、難しいんだけどあれを見逃せるようになったらもうレギュラークラスになれるんだけどね、あそこを飛びついちゃったことによって、まあ、チャンスを逸したっていうね、ここがソフトバンクねキーポイントだったかなと。あそこ見逃せればねその後今宮バンドでねひょっとしたらポンポンって言ってたかもわからないところでねあのボール球をね三振最低でも当てなきゃね振りに行くんだったらあそこはちょっと痛かったかなと。でこの試合ね1失点噂はねなんとボーク7回裏ねここね里崎解説入ります。多分ねこのボークね三塁多分噂はセットじゃないね、あれあのワインドアップのつもりで投げてる、だからセットと違うもんね入り方が、だから噂はワインドアップのつもりで投球動作に入った、だからそんなに静止を意識しない、逆に審判はセットだと思ってる、だから止まってないからボークっていうね、ここのミスマッチよ。だから、まあ、ワインドアップとセットが足の位置も含めて若干分かりづらかったっていうのもあるけども、まあ、ちゃんと見とけばセットとワインドアップの違いは分かったんじゃないのかなっていうところもあって、まあ、噂としてはねちょっとアンラッキー、ね、じゃないのかなと謝罪解説、あと本人に聞かないと分かんないけどね、俺は多分噂はもうあれはワインドアップの形で投げたと思うんだよね、だから静止そこまでしなかった、まあ、一瞬止まったけどね、まあ、そこが遅いっていうところで、まあ、そこがどうなのかなと、ね、皆さん見てくださいあの画像見える人はね、こうねセットとね足がちょっと開いてるじゃん、セットの時そこまで開いてないし、ノーワインドアップの時のフォームによく似てるから、そこは皆さん画像見れる人日本ハムファンの皆さんチェックしてください、はい、で19日5対5の引き分けね、ソフトバンク5回裏、ね、ピッチャー種の谷川原ホームランプロ初ガーッとナイスホームラン、ね、非常にいい形のホームランね、こういったところが、ね、こう躍動していけばまだ、ね、層も厚くなるんですけどね。でその後甲斐が、ね、ライトへツーベースで川瀬三振、三森レフトフライ、中村フォアボール、栗原フォアボールでツーアウト満塁、ピッチャー交代川野、ここから柳田、長谷川、正子と三者連続押し出しフォアボール、どうしたね、川野君追い込んでからね
ちょっと狙いすぎていいところもいったけどね、判定ボールちょっと狙いすぎたかなっていうね、一失点もできないっていうところで、まあ状態はね悪くなかったと思うけども、最初狙いすぎてね、そこがボールになったっていうね、バーッね。でここであら4対0これも試合決まっちゃったかなっていうところで、日本ハム7回表ピッチャー加山、万波なんかね、代打万波セカンドフライ、ワンアウトから、浅間セカンド内安打、ね、これ三森これね、グラブトスがねちょっと高くいて、あれねグラブトスじゃなくて握り替えて投げてもアウトだってよ、タイミング的にね。そこはちゃんとねタイミングを見計らってやってほしかった。そしたら勝ってたね、この19日の試合で。その後ね西川フォアボール、これが痛い、加山からしたらね、この左はしっかり抑えていかなきゃいけない。でその後高間初球スリーラングッツナイスホームラン、これで一気に1点差、おっと1点差、まあでもまだ1点勝ってるっていうところで、次また近藤フォアボールバーこのね、加山の仕事ができてない。で、ピッチャー交代つぼり。で、野村ライト前。で、ワンアウト一三塁になって、渡辺、センター、犠牲フライ、同点、ガッツ。このね、高浜のスリーランで終わらなかったところがね、日本ハムのいい形でね、出てくるかなと。で、8回表、ピッチャーバンド、浅間、今度は勝ち越しホームラン、ガッツ。これで、勝ったなと。これもソフトバンク負けちゃったなと。これで負けるか、ソフトバンクって言ったところで、9回裏、ツーアウトから、ね、杉浦ね、高めに構えて高めに投げて栗原ホームラン、栗原グーだけど日本ハムバッテリーバットじゃないけど後悔。まあ俺もねホークスね、あの柳田にミーティングの時低めよく打つよ、高め打ってないから高め行こうって言って、ワンストライク取ってから高め行ったらそれライトスタンドサヨナラホームラン、記憶帰ってきました。気持ちわかるよ、すごい後悔、あ打つんやっていうね、高めに外して高め打たれる一番後悔するんだよね。でも栗原グッツね、なんとか同点。そして20日昨日の試合ね、日本加藤8回104球2安打5三振1失球1失点と、まあ、5回裏ね柳田にスローカーブバットの先っぽでも止まって腰開かないでホームラン柳田グーね。でもその後川島シュート見逃し三振で、甲斐フォークボール三振でバレンティンシュート見逃し三振とね、3者連続三振グッ、ここで気落ちしないでねしっかり三振取ったっていうところが非常に大きかったかなと。打線はね、初回浅間ライトへ先頭打者ホームラン、3試合連続ホームラン、ガーッとガーッとガーッと、ナイスホームラン、ね。で、2回、万波レフトへツーベースで、清水バント、で、石井サードゴロ、浅間セカンドぐらい、ここ1点取れたかなっていうね、ここで1点取れたらっていうところで取りきれなかったですね。で、日本はね、もう毎回出塁、5回から8回ね、先頭出塁しながら1本出ず、しかも8回、9回、バント失敗、バーッと、乗り切れずっていうところでね、正直勝てたね。まあ、ソフトバンクはもうね2安打もうなんとか引き分け、もうギリね、ピッチャー頑張ったけどね。でもだから全体的に見てやっぱり日本はもう3連勝できたね。逆にソフトバンクよくね、あのいっぱいに引き分けで収まったかなっていうね展開に見えましたね。なかなか上がってこないソフトバンク、どうなるのかっていうねところもあります。はい、さあ続いて、DeNA 対広島、6月18日4対7で広島、19日11対12で広島、20日10対8で DeNA、 2勝1敗で広島の勝ち越しっていうところになりましたけども、もう大味すごい、ね、打ちすぎっていうところもあります。はい、18日4対7で広島ね、広島玉森プロ初勝利ガーッツおめでとうね。7回115球6安打10三振2四球2失点と、まあ左にはねしっかりシュートを使って、右はねチェンジアップをしっかり投げる、ね、持ち味のストレートね、スライダーがさらに生きるグッピッチ、非常に素晴らしいピッチングだったかなと。 DeNA 浜口2回3分の1 66球6安打2三振5四球7失点2回表ワンアウトからね坂倉フォアボールで、林レフト前で、横田ファーストゴロに打ち取ったのに玉村にツーアウト1塁からレフトへタイムリーバーッと玉村グッと投打に渡る素晴らしい方だった、ね、で3回表野間がセンター前、琴野ライト前、鈴木フォアボール、松山フォアボール押し出し、坂倉フォアボール押し出しからの林レフトへ3点走者一掃タイムリーツーベースグッズ、非常に素晴らしい打線のつながり、ね、でノーアウト二塁で、うぐさセカンドゴロ進塁打グッ、こういったところも大事で、その後田村フォアボール、ワンアウト三塁からフォアボールで、ピッチャー交代櫻井、菊池ピッチャー強襲の内安打で1打点計6点ゲームセット。まあ、終盤追い上げたよ、ね、DeNA9 回、ね、栗林、伊藤はフォーボール3ライト前、ノーアウト1、2塁からオースティン三振、宮崎6、4、3、ダブルプレー、ここね、終盤の粘り良かったけども、ここで1本出れればねというところで、まあ、栗林がね、まあ、2試合連続失点、ね、しなくて、まあ、しっかり抑えられたかなというところもありますけども、19日、11対12、里崎調査ではもう言うことなしっていうね、
言うことなしとか言えることなし。もう菊池7号6回表ソロ、林3号7回表ソロ、中村翔征プロ初ホームラン、ゴッツナイスホームランね、8回表ソロで、 DeNA 伊藤光1回裏2号、オースティン1回裏ソロ14号、宮崎9回満塁ホームランね、もうピッチャーも打たれまくりっていうね、ところにもなりますけども、解説不可能です、打ちすぎね、もうあのいいとか悪いとかじゃない、もう打ち合いです。そしたら次の試合も10対8ね、石原5回表ホームラン、ガーッツね、5発ホームランね、でオースティン3回裏満塁、佐野6回裏ツーラン、でまた今度9回裏に DeNA が4点取って10対8っていうねところでしたけども、まあ大道もね、まあ先発になってちょっと1回ちょっと抹消してフレッシュさせた方がいいかもね、まあ先発やる中次やるあるけども、一回ちょっとフレッシュね、させた方がいいんじゃないのかなっていうところにもなりますし、最後ね三島は4失点っていうところもねあれですけども、まあ結果10対8もうね正直ね大味すぎてね解説しようがないのよ、あそこがどうキーとかクーとかじゃないのよ、もうパンもうノーガードの殴り合いだからね、東京ドームとはいえそのノーガードの殴り合いなのに、あそこもうちょっとガードした方が良かったよねって言えないじゃん、もう しようとしないんだからもうね、後輩ティングと井上尚弥もこうやって防御してたよ、しっかり左ボディしてたけども、 DeNA と広島はもう上下もう上打ちまくりだもん、こうもうすごいよ、あの見ててもこれ思ったもんね、解説しようがないね、よく打ちました、ピッチャー予知バーッ頑張ってね、はいっていう一言を残してですね、ちょっとこの試合は本当にあの18日の試合以外解説しようがないです、もうここまで来たらね、もういいとか悪いとかの問題じゃないじゃん、よく打つねっていうね感じです。はい、続いてヤクルト対中日、18日5対2でヤクルト、19日7対3で中日で、20日2対1でヤクルト、ヤクルトの2勝1敗で勝ち越し、ヤクルトも今ジャイアンツと同率ゲーム差なし2位ね、非常に頑張ってるかなと。で18日5対2でヤクルトね、中日柳5回3分の1102球7安打3三振1四球5失点と、これカットのね制球に泣いたかなっていうね、そこがやっぱりちょっと甘く入ってきたところ、それをねまたこうヤクルト打線が見逃せないんだよね、まあ、初回から塩見がねそのカットをレフト前で、青木ライトフライでその間盗塁塩見ね、で山田、キャッチャーファールフライで、ここでねこの踏ん張れるかなっていうところで、村上に、カットボール、ね、逆球で甘く入ってホームラン、ツーラン、グッと村上ね。で2回から5回までね、でそのカットボールをあまり使わなくなったんだよね。でまっすぐカーブ、チェンジアップ、縦スラ、フォークとカットをそんなに使わないで違う球種でリードしていったらレフね、こう持ち直したかっていうね。まあ、この間ね4回裏にね中村にねあのカットをねセンターへツーベース打たれて、やっぱカットがねちょっとっていうところで、まあそこをねしっかりあの修正して。キャッチャーのね木下も非常にいいねこのリードのこの変換点っていうのはあったけども、まあ6回表ね青木にチェンジアップ高め打ってセンター前で、山田カットボール、キャッチャーフライで、村上フォアボールで、このオスナにねカットボールがまた逆球でインコース甘く入ってスリーラーン、そのまま行けばよかったのにあんまり使わない、でもここはやっぱカットがね一番いいところだから、だって柳のカットはあのプロスピの中でも A なんだよねっていうことはやっぱいいんだよね、だからそこに最後はね頼りなかったっていうところで、このねこの2回から5回まであんまり使わずに持ち直したけども、最後はやっぱそれに頼って、それでいいだやっぱカットのねやっぱ制球に泣いたかなっていうね。でヤクルト石川ね6回表ワンアウトからビシエド、サードゴロ、村上ワンバウンド送球悪送球でエラーです。それここね余裕ありすぎてもうステップしすぎ、2本も3本ももともとねそんなに送球いい方じゃないから、ああいうのはねステップしすぎちゃうと逆に暴投になるから、もう取ってからねすぐ投げた方ぐらいがいいよね。でその後どの上4-6-3ダブルプレー石川グーッと3連勝ね、ここパパーンとつなげればねっていうところで、しっかりこのねミスをダブルプレーで打ち取る、さすがベテラン石川っていうねピッチングに見えましたね。その中でもこの試合一番光ったのは中日加藤翔平ね、初打席初球初ホームラン、2リーグで史上初3回表ガーッツね、しっかり初球からホームランっていうところで非常に素晴らしかったかなと。で4回表堂上同点、一時はねレフトへホームランとね、ポンポンとホームランでしかねこう点取れないっていうところがねちょっときつかったかなと。で19日7対3の中日ね、中日小笠原5回101球8安打4三振2四球1デッドボール3失点ね、
対角線のねやっぱりストレートが生命線だと思うんだよね小笠原はね。で立ち上がりねそこの制球がねちょっと甘いかなっていうねところをね ありましたけど、要所でねしっかり投げた、まあ、2回西浦山田への、ね、三振っていうのはそれが一番物語ってるかなと。で2回裏ねオスナサードフライ、中村ライト前、そしてサンタナレフト前、西浦三振で小川にツーアウト一三塁からレフトへタイムリー。こう小川グッチここしっかり抑えたかったね小笠原としては。でねでその後ね止めたバットの塩見がねサードゴロ、ここはアンラッキーね。でその後ツーアウト満塁から青木に押し出しフォアボールで山田三振。まあこのね西浦と山田のこの三振インコースのねあそこでまあ最低限ね最初失点で抑えてたことがねまあ勝利につながったかなと。でまあ中日はね2回表木下センター前、福田センターフライ、阿部フォアボールで小笠原バント、でツーアウト二三塁から大島がレフトへタイムリーツーベースグッド、ね、4回表もワンアウトからね福田センター前、阿部レフトフライ、で小笠原スリーバンド失敗、送りバンドね、これスクイズじゃない、送りバンドしに行ってワンアウト二三塁にしようと言っての多分スリーバンド失敗なんだよね。でその後大島がねこのバンド失敗を長期する、ね、ツーアウト一三塁からセンタータイムリースリーベースグッド、大島の4打点でグッド、ね、このやっぱ1本出たら強いね中日は。もうねでも典型的、今年はチャンス作る、そこで1本出れば勝つ、出ないと負けるね、単純です。はい、ヤクルトがね4回7安打1三振1四球4失点、まあ要所でね逆に小笠原とちょっと逆で要所でちょっと甘く入ったかなと、まあそこを仕留められた、まあ大島一人にねやられたっていうところもあるんですけどね。で6月20日2対1でねヤクルトの勝ちね、ヤクルト奥川ねゆったりとしたホームで腕をねしっかり振りながらこう巻きついて体の近くでね投げていくっていうところで、非常に投球のバランスも良かったし、ストレートも走っててねフォークボールグッと低めにね決まったかなと。7回84球4安打4三振2四球無失点とね非常に素晴らしい活躍だったんじゃないかなと。で中日勝つのね、こちらも腕振って躍動感あってグッピッチ、ね、7回110球2安打、2三振4四球1デッドボール2失点と、まあ、7回裏ね2アウトから宮本センター前、代打川端ライトホームラン、川端グッだけど勝つのこの2本だけ攻められない、ね、で8回表、ね、福田のホームラン1本のみということで、やっぱりねここで最後ポンと1本出るか出ないか、やっぱビシエドもねポンと1本出るか出ないかっていうところがね大きかったかなと。まあ、全体的にはねここで1本っていうところで中日はねちょっと出なかったかなと。ヤクルトはねいいところでピッチャー踏ん張りながらポンとね川端のホームラン素晴らしかったかなと。結果2勝1敗でヤクルトの勝ち越しでした。さあ本日のメインイベント阪神巨人戦ね、なんか SNS 上で阪神ファンの皆さんがもう月曜日の総チェックは見ませんって言って、早い負け越しても見てタイガースファンね、皆さん1年間あるんだからずっと勝ち越せないよ、ね、そこをしっかり見ながら、あここがチェックポイントだったんだな、ここキーだったんだな、あ負けたけどここ良かったんじゃないのかなっていうところをね見て、明日からの試合にね続いていきましょう。どうせ月曜日何もないんですから、試合がゆっくり見てくださいよ、ね、長くてもね多少4、50分動画あっても見てくださいよ、全部ね。阪神のとこだけ見るのもったいないですよ、ね、こっちは見てんですよデータ、阪神のとこだけポンって上がるんですよ、阪神だけ全部見ないと野球の楽しさ分かりませんよ。巨人ファンの皆さんも一緒ですよ、巨人のとこだけポンって上がるんですよ、そこ下がって、また下がって終わって下がったりしてね、全部見ないとプロ野球の楽しさ分かりませんよ。タイガースファンの皆さん、巨人ファンの皆さんね、見てください、月曜日試合ないんですからね、つけとくだけでいいんでね、聞き流しでラジオ感覚でね、あとたまになんか CM 多いっていうね意見聞きますけど、こんなに頑張ってんすからいっぱいつけさせてくださいよ、ねえ、ただで見えるんすからすっごい頑張ってんすからね、それぐらい勘弁してくださいよ、ね、スタッフ養わなきゃいけないんですよ、ね、ということでいきましょう、阪神巨人戦甲子園球場、さっき土曜日ね甲子園解説行きましたけど、行った瞬間大雨降っててね、これ日帰りかっていうね、もう直帰で帰るのかご飯だけ食べてっていうところでしたけど、試合ありましたね。結果まあね、18日7対1で阪神、19日6対2で巨人で、20日2対1で巨人の2勝1敗の勝ち越しね。でもまだ6ゲーム差6ゲームあるっていうねところですけども、18日7対1で阪神、まあ3回でね試合決まったかなっていう展開でしたね。まあ巨人はね初回2アウトから丸フォアボールね、岡本ライト前ヒットで、ここでね佐藤がファンブルして、ランナー3塁へで、坂本フォアボールね、ツーアウト満塁になってこう中地サードゴロ、ね、で2回大城センター前、勝木ライトフライ、メルセデスねスリーバンド失敗、バンドヘボ好きバン、もう見ててできそうもないもんね、仮にバットに当たったら打ってピッチャーゴロ並みの球が
飛んでいくんちゃうかっていうね、あれを見て誰も何も思わないのかな。多分今始まったことじゃないんだよね。今急に下手くそになったわけじゃなくて、ずっとあんな感じだったんだけど、誰も何も思わないのかなと。もっと練習させればいいのにってね、非常に思いましたね。で結果ね、バントでも送れず松原レフトフライね。で3回ツーアウト、岡本フォアボール、坂本ショートゴロね、セカンド伊藤原捕球ミスエラー。でも中野ね、あれもうそのままファースト投げとけばよかったのに、無理にセカンド投げる必要なかったよね。普通にファースト投げればいいから。あれも糸原のね、もうびっくりしたようなね形になりましたけど、あれ糸原のエラーにされるのもね、まあエラーっちゃエラーだけどちょっとかわいそうだよね。俺はなそのままねファーストスローでね、よかったんじゃない。そしたらね、あのチェンジだったところね。でその後ツーアウト1・2塁で中島三振ね。非常にこの 1・2・3回ランナー出すも得点奪えず、逆に阪神2回佐藤ライトへツーベース全力疾走ね。その後サンズがね、スリーツーから真ん中のね、スラーダー取りに来て、レフトにタイムリーツーベース。で、糸原センターフライ。で、ワンアウト二塁から、梅のね、三塁線、タイムリーツーベース。これね、岡本、止めなきゃ。アウトにしろって言われ、最悪止めなきゃ。ね。あそこどうにかして。ね。あれをちょっと後ろを探したらね。で、その後西、サードライナー。で、近本、ツーアウト二塁から、左中間、タイムリーツーベース。ね。これです。ボビー流。ツーベースを打ち続けることによって、打ち出の小槌のように点が入る、ね、長打が打てる選手も力がない選手も足が速い選手も遅い選手もツーベースは打てるっていうところでね、この1イニングツーベース4本打って結果3得点ガッと、ね、非常に攻撃だったかなと。で3回マルテフォアボールで大山レフト前で佐藤ね、セカンド内野だ勝木ね、ダイビングよく取るもね、グラブトスでそれるっていうね、あれも思い切って握り返してもよかったっちゃうかっていうね、タイミング的に。でその後ね、ピッチャー田中豊樹になってね、サンズ、満塁ホームランジエーンと、これで試合が終わりました。このサンズのホームランでね。で、まあ、ちょっと最後ね、このサンズのホームランを振り返る前にね、7回裏丸ってね、結果はねレフト前ヒットツーベースってなってね、セカンドでスライディングしないでね、ちょっとゆっくり歩きながらバーッとね、ああいうのは次戦以降非常に響きますよ。しかも怪我したらもったいないよね。逆にね、勝木セカンドね、タッチパッチね、やりに行ったあのタッチはね、非常に良かったんじゃないのかなと思います。さあ、ここで、サンズのホームラン、大城のリードは、どうだったのか、コーナーね、初球、カットボールね、ファール。そして、2球目のカットボールね、ちょっと高めに構える大城。で、そこにカットボールが入ってきて、ホームランっていう形で、多くの人が、リードが悪いって言いますけども、里崎チェックだと果たしてそうなのか、大城のリードが悪いんかっていう結論になります。さあなぜかっていうね、ちょっと紐解いていきましょうね。じゃあカットボールファールワンストライク取りました。で2球目アウトコースの高めに構えてカットボール、見た瞬間思いませんでした？おかしいって、おかしいでしょ誰が見てもね、あのカットボール、しかも高めに構えるって低めじゃないんかっていうね、丸いやつ、ダブルプレーもあるんやぞ、それを高めに構える、おかしいでしょ。でもおかしいことをじゃあなんでやるんや。それはですね、こっからは佐々木の想像です。多分サンズ外角高めのカットファールフライミスショットあるよっていう、ひょっとしたらミーティングがあったんじゃないのかっていうね。だってアウトコースの右バッターでアウトコースの高めのカットボール選択肢にないですね、普通に考えて。俺そんなサイン多分出したことない、今まで。ストレートはあるよ、アウトコース高め、インコースの胸元のカットとかストレートももちろんあるよ。アウトコースの高めに構えてカット、独断でやるか、誰が見てもおかしいと思うことっていうことは、何かの資料、何かの材料があって意図してやってると思うし、やらしてると思うんだよね、ベンチも含めて。だってよ、もうそれがおかしいんだったら俺次の日出てないと思うの、大城は。でも出てたじゃんっていうことは、ベンチの意図を組んでやったと思うんだよね。だから一概に大城がダメやって言い切れるかっていう、だっておかしいもん。でもおかしい、見たこっちゃおかしい、でも何も材料を持ってない。でもチームは何かの材料を持ってて、その資料のままやって、大城もやった、で結局満塁ホームラン打った、だからその駆け引きに負けたっていうだけで、これをちょっと大城一人のリードとかダメやとかなんとかかんとかっていうのはね、俺は浅いんじゃないのかなってね思うね。明らかにおかしいことをやってるってことは、絶対何かの策があってやったと思うし、やらされたと思うんだよね。
そういったところを考えるとね、俺はあの1球だけ見てお城がどうやこうやっていうのはね、ちょっと俺は浅いんじゃないのかなと正直思います。でもそこにどんなミーティングがあったのかは非常に興味があります。はい、19日6対2でね、巨人というところで、まあ、初回攻防がねキーポイントになったかなと。巨人初回ワンアウトからね、ウィーラーセンター前、丸、ライトへツーベースね、岡本、ライトへ犠牲フライ、これもうなんとかいって、もうね、もうどんどん行きたいところをもうなんとかいって、ちょっとね伊藤もちょっと立ち上がりね、ストライクボールをすごいはっきりしてて、制球ねめちゃくちゃ苦しんでるところをなんとかいって、逆に阪神初回近本のライト前、中野センター前で、マルテ、レフトフライ、これねウィーラーの取り方見て、セカンドランナー近本がねタッチアップグッと、非常に素晴らしいタッチアップ、それにね中野もついていったっていうね、こういった卒のない走塁いいですよね。でその後大山がね、ライト前タイムリーね、この後ワンアウト三塁、ここでボコボコっていくかっていうところで佐藤三振、サンズ三振、2者連続三振と、この踏ん張ったこの攻防がね、同点には追いついたけどもキーポイントだったかなと。ここでタイガースがねポンポンと、もし仮にね行ってれば一気にねタイガースの3連勝っていうのもねあったんじゃないですかね。阪神5回裏、梅野レフトへツーベースで、伊藤ねバンドキャッチャーフライバーッ、ここもねキーポイント、ここでしっかり送ってればってね、いうところで送りきれずね、近本セカンドゴロで、中野がねショートゴロ、ピッチャーの頭を越えて、坂本がねセカンドベースも越えてランニングスローグッズね、非常にあのプレーも素晴らしかったかなとね。とこフォークカットボール、フォークスライダー非常に良かったかなと。まあストレートそんなに投げなかったね、ちょっと単発使いで意識させて変化球、結構変化球の割合の方が、まあちゃんと調べてないけど 6-4 か 7-3 ぐらいで変化球が非常に多かったんじゃないのかなっていうね投球で、でもストレートもね投げた150キロ出たんで、非常に気合いの乗ったねいいピッチングだったかなと、テンポ感も前の登板のロッテ戦と同じようにね、こう速いテンポ感でね攻めていったのも非常に良かったんじゃないのかなと。でね、阪神先発伊藤君ね、初回ちょっと制球不安定、もうね投げた瞬リリースした瞬間にストライクボールねはっきりしたかなっていうところだけども、初回途中でね修正してた、グッズ、この初回の途中で修正しきれたっていうのは新人とはね思えないような非常に素晴らしい、ピッチング修正力だったかなと。で巨人はね4回6回に大城坂本ね、ホームラン、ガッツね、まあこれもね坂本のホームランも丸がねライト前打って岡本463ダブルプレーで、うわー流れ変わりそうっていうところでホームランだったんで、非常にねこの勝負を決定づける坂本のねホームランだったかなと。で8回ね藤浪ちょっとねストライクがなかなか入らず、丸がね、センターツーラン、グッズ、丸復調っていうね試合でしたね。で昨日6月20日1対2でね巨人っていうところで、まあこれは非常にグッゲーム、素晴らしい試合でしたね。まあ巨人高橋、阪神秋山ともね非常にコントロールも素晴らしく、腕も振れて制球もよくね、力もある、ストレート変化球ともにね非常に見応えのあるナイスピッチングでしたね。まあ勝ち負けはねどっちかについてしまうっていうところで、まあ、6回表ね巨人北村レフト前で、ここダイソー湯浅出してピッチャー高橋のところに代打勝樹、ここで勝負に出てバンドしきれず見逃し三振、原監督ね感情むき出しにしておいおいっていうね、ところでその後松原がカットボールストレートストライクで、インコースのねストレートちょっと甘めに入ったのライトへツーラン、グッズ、だからね土曜日も結構強引に引っ張り込んで伊藤の球をね、でこうファーストゴロセカンドゴロっていうのなんか強引でちょっと振りまくってんなっていうところ見えたけども、それがね生きたねこの秋山のホームランつながったね、非常にあのバッティングのつながりがホームランになったっていう非常に勉強させられるバッティングの、ね、流れでしたね。で阪神6回裏ね佐藤初球の外ストレートと当てただけにしっかり振ってんだけど、当てただけに軽くポーンってグッて、すごいもう多分新人の記録全部塗り替えるんちゃうかっていうぐらいのね非常に素晴らしいバッティングね。あと7回裏大城パスボールバーッと取れます、普通にバーッと。あとねやっぱキーは北条2エンド2からね高梨から鍵谷への交代三振、びっくり采配グッと、非常に奥の手あのねあの手この手出してきて、まあこれね鍵谷もね応えたっていうところで非常に、素晴らしかったかなと。で結果ね2勝1敗で巨人の勝ち越しっていうところになりました。さあ続いて先週3連戦しかなかったですけど、先週のベストラインパリーグからピッチャーオリックス宮城カビバッサリっていうか坊主です、はい、キャッチャー西武森打率3割浮上、ファースト2番高浜ベイクホームラン、セカンドロッテ
中村校長維持、サードロッテ安田副長官、ショート西武源田、存在が心強い、レフトソフトバンク栗原、起死回生9回同点ホームラン、センター日本ハム浅間3連発、ライトオリックス杉本、2015年ドラフト10位から大躍進、 DH 楽天、ゲイチ起爆剤なるか、特別賞あります、日本ハム加藤、日本ハム上沢、ゴッペッチ逆襲のハムなるか、セリーグピッチャーヤクルト奥川、ゴッペッチキャッチャー阪神梅野、サムライジャパン追加招集、ファースト広島坂倉、ファーストもできます、セカンド広島菊池、リードオフマン、サード広島林、14打数9安打1ホーマー8打点えぐい、3試合しかないのに、ショート広島小園、レギュラーダッシュっていうか内野全員広島、そらそうあんだけ打ってるから、レフト DeNA 佐野、浜野キャプテン、センター DeNA 桑原7得点、ライト DeNA オースティン29歳、外野全員 DeNA、 そらそうあんなに打ってるから、特別賞あります、阪神佐藤 Z、 巨人マール復活、中日加藤翔平、両リーグ初打席初球初ホームラン、もう二度と塗り替えられないすごい記録です、多分1億年後も名前残ってます。続いてヤクルト川端がホームラン、素晴らしい、ということで終わりです。ただいま43分、今日ちょっと頑張った早い。さあということで今日もねあるけども、今日オリックスが勝ったら単独首位ね、どうなるのかっていうね、ところです。あとマー君がスライドしずにこのまま1週間流すのか、火曜日から登板するのかっていうところもありますけども、もう一言いこう、阪神中日、もう中日ここ3連勝ぐらいしないといけないんじゃない、阪神の皆さん、中日はここ1本出るかどうかなんで、多分スクイズしろって言ってるからしないと思います、あのなんかしろって言われてしたら嫌じゃないですか、だからもうガンガン攻めていきましょう。ドラゴンズの皆さん、ここ1本で1本出るかどうかなんで、何としてでも点取ってください、ここで3連勝したらセリーグ面白くなりますよ。巨人 DeNA、 お金沢富山北陸シリーズです。巨人の皆さん、 DeNA 打線がえげつないです、もう今フット中です、都知事の皆さん気をつけてください。 DeNA の皆さん、丸が瞬間回答しました、やばいですよ。ヤクルト対広島、ヤクルトの皆さん、広島フット中です、 DeNA 戦でお互いもうフットして熱々です、都知事の皆さん頑張ってください。広島の皆さん、ヤクルトこちらも打線好調です、代打川端気をつけてくださいよ。楽天西武と、楽天の皆さん、西武源田が帰ってきて一気に打線のつながり良くなってますよ、源田を抑えてください。西武の皆さん、楽天ちょっと沈みかけてます、ここで一気に叩けば A クラス入りです。オリックス対日本ハム、日本ハムの皆さん、オリックスが絶好調すぎます、でもまだ上がバタバタしてるんで、ここで叩けばまだ日本ハムも A クラス全然チャンスありますよ。オリックスの皆さん、日本ハム若手が躍動します、浅間万波気をつけて。ロッテ対ソフトバンク、ロッテの皆さん、ソフトバンク打線がマンモス並みにカチンコチンに凍ってます、このまま凍らしておきましょう。ソフトバンクの皆さん、あとは打つのみです、ネットをかけて回答してください。はい、さあということで今週も佐々木チェック月曜日終わりですね。明日からどうなっていくのかね、阪神このまま浮上し続けるのかどうかね、パリーグゲーム差縮まってるんで、日本ハムの躍進次第ではもう団子超団子になります。ということで明日からのプロ野球も要チェック。